は夜の雲の細やかに緑の色を重ねたのは隅田へ潮が差すのであろう。水の影か星がきらめく。その一釜へ敷石のパッと明るい。かすかな三味線の音がちらちらと水の上に流れて聞こえる。その廊下のあたり、青闇の忍び姿がきりと立ったのは、しごきで鏡に向かったところは絵のようなといえば、すぐそれと人に知れる。今柳橋で売れっ子の草引きが座敷へ急ぐあだ姿。ふと雪降りに図らずも出会ったのは、あら、あなたは力さん。あ、力さんじゃありません。お、僕ですか。やっぱりそうだったわ。しばらくね。僕は早瀬力といって、こういうところに来たのも今日が初めて。まして芸者のお方に知り合いはないのですが。まあ、私がわからないのね。あなたの方で知らなくても、こちらはちゃんとご存知よ。浅草田んぼに巣を送った巾着切りのハヤブサの力。ああ、じゃあお前は、ああ、お力ちゃん。はい。今じゃ柳橋で佐吉と申します。幼馴染の二人は相分かれてここに七生と、今宵図らずもここに巡り合ったのである。往年の巾着切りハヤブサの力は、今では学会の権威酒井俊三の眼で早瀬力とてその俊才を歌われ、今宵も先生のお供でここに居合わせたのである。それにしても力の身の上の変わり方の激しさは、思えばもう七年前だ。お前と喧嘩別れをしてむしゃくしゃ腹で五円道に潜り込んだと思いねえ。田んぼの土壌でも背に腹は変えられねえ。今の振りで植木屋を冷やかしている中でも、おならしいやつの金銭に手をかけると、しまった、この腕を本当に握られた。握って無事でもすることか。今買った植木を目の前に突きつけて、小僧、これを持って友をしろ。まあ、それでついて行ったのが政子町のある有名な学者のうちだ。腹が減っているだろう、飯を食っていけ。その先生のお声がかりで奥様がお手塚でもお給仕だ。俺は胸がいっぱいになってポロポロと泣けてきた。かわいそうに親がないんだがねえか、もったいない奥様の声がうるんだ。すると先生に、明日の飯もうちで食え、酒井の籠で飼ってやろう。うわぁ、力さん。心が両県の入れ替え時だ。それから七年、一生懸命に勉強して、今じゃどうやら大手を振って歩ける身分になったわけなんだ。このご恩、一生忘れることはできないんだよ。あなたにとって恩人なら、私にとっても大恩人。マサゴ町へ足を向けては寝やします。だけど七年ぶりで会ったんですもの。これからちょいちょい会ってくださるわね。修行の途中、それでは先生にすまないよ。だけど会うだけなんですもの。それならきっと先生も許してくださるわ。だって二人は子供の時からのお友達じゃありませんか。だけど、いや、会ってくれなくて嫌。相変わらずのわがままだな。ねえ、会ってくれるわね。仕方がない、会うよ、会うと思う。あ、何くらしい、仕方がないだなんて。でもいいわ、会ってくれさえすれば。じゃあきっとね。さあ、力さん、指切り。二人の仰せは激しくなった。軒打つ雨にも怯えるような若い二人の儚い仰せを見るに見かねた姉さん芸者の小よしは、酒井先生には内緒に草吉の証文を巻いてやった。式祝いもないないに、二人は飯田町の片ほとりへ、隣近所へも気兼ねがしに、ささやかな隠れ家を営むこととなった。おい、落ちた。よさないか。朝から三線を鳴らすやつもあるか。ごめんなさい。
近所は勤め人が多い。屋敷町の奥さんでの噂もうるさいじゃないか。ごめんなさいね。私、あなたのいい奥様になろうとして、お習字をしたり、お料理をしたりしているんですけど、やっぱりダメだわね。でも、いくら叱ってもいいから、私を捨てないでね。見放さないでちょうだいね。私、心細くて仕方がないの。妻を取っていた頃は、鬼でも怖くなかったのに、今じゃあんまも怖いのよ。バカな。俺がついていく。捨てるもんか。まあ、嬉しい。私、一生懸命でいい奥様になりますわ。すまないな。苦労をかけて。水臭い。初手から貸すのじゃありませんか。ねえ、内緒だって夫婦ですもの。私、苦労が楽しみなのよ。木も花もないこの二人のただずまいが、やはり先生に知れる日が来た。勉学の道に女は禁物。おっさと別れろと先生は早瀬に詰め寄った。俺を捨てるか女を捨てるかと先生の言葉は鋭かった。大恩ある先生に何で返す言葉があろう。二人おっさと別れますと力は血を吐く思いで言い切った。がさてこの広い世の中に自分一人を頼りに生きている女にこれを何と告げたらいいか。おつた。はい。外はいい月夜だ。うちにいるのが惜しいほど綺麗な晩だ。その辺りを歩いてこようか。あら、いいの？二人で外を歩いても。夫婦が二人で歩くのに何の不思議もありゃしないよ。でも、マサゴ町のどなたかに見つかったら。なあに、大丈夫だ。愛っこないよ。それに今夜は先生も許してくださるだろう。あら、先生が？まあどうして。いや、月が綺麗だからさ。はあ、ありがたいお月様。二人で外を歩けるなんて私もうすっかり諦めていたのに嬉しい。あなた、外へ出るのにこの着物じゃいけないでしょ。ちょっと着替えるから待っててね。いいやないか、それで。私はよくてもあなたのお顔にかかります。ねえあなた、私いいこと思いついたの。いいこと？晴れて二人で外を歩けるんですもの、ね、足を伸ばして湯島の天神様へお参りしましょうよ。ね、いいでしょ。ああ、いいと思う。嬉しいわ。私それに買い物もしたいの。買い物？中町で障子紙とハケを買いたいの。だってこんなに障子が破けてるんですもの。障子が落ちた。え？何？いいよいいよ、買っておいて。Thank you.
ご覧なさいな、この景色を。ああ、なるほど。嫌だわ、初めて気がついたように。あなた、どうかしてるんだ。どうかもしようよ。月は晴れても心は闇だ。そりゃ世間は暗闇でも構いませんわ。どうせ日陰の体です。でも今夜こうして二人で歩けるんですもの。もう私嬉しくて嬉しくて、まるで夢のように。落ちた。はい。寒くはないかい。いいえ。もうあなた、今夜はとても優しいのね。落ちた。はい。死んだ気になってお前に話したいことがある。心臓死ぬ気になってと聞いたばかりで、動機はどうだ。震えている。ああ、かわいそう。一緒二人で、いや先生に誓った上は、ああ、これは困った。どうしよう。聞かせてください、聞かせてください。もう私は心配で体がすくみます。ねえあなた、早く聞かせてくださいな。俺が死んだと思って落ちた。聞けよ。何を聞くのか知らないけれど、私怖いの。あなたが死んだつもりだなんて、私死ぬまで聞きません。いや、お前も殺さん、俺も死なないな。聞いてくれ。はい、そんなら。でも怖いから目を塞いで。落ちた。俺とこれっきり別れるんだ。思い切って別れてくれ。あなた。まあ冗談。あなた、冗談じゃなさそうね。シャレや冗談でこんなことが。俺は夢になれと思っているんだよ。あとにはそう。切れるの、別れるのって、そんなことは芸者の時に言うものよ。私には死ねと言ってくださいな。おつた、俺は決して白状じゃないよ。白状とは思いません。誓ってお前を飽きはしない。ええ、別れてたまるもんですか。朝目を覚ませば俺より前に台所でおかかを書こうと、夜寝る時は俺より後に明かりの下で針仕事。心配そうにキセルをついて、考えると見ればおかずの献立、味噌こしで豆腐を買う後ろ姿を見るにつけ、胸を裂いても唇を破っても、
別れてくれとは言えなかった。今も今、優しいこと、嬉しいことを聞くにつけ、後ろから騙し討ち。お伝、玉石のことだと諦めて、切れると承知しておくれ。ですから死ねとおっしゃいよ。死ねなら、はい、と言いますわ。私は命は惜しくはない。さあ、その命に、俺の命を二つ合わせて、足りないほど大事なお方を知っているか。お前が神仏を念ずるにも、まず第一に拝むと言った。その言葉が嘘でなければ、言わずともわかるだろう。そのお方の言いつけなんだ。そんならもしか、政子町の先生が。ほら、死ぬにも死なれないよ。なかった。わかりました。それでその時、女を捨てますと誓ったんだわね。堪忍しておくれ。すまないが確かに誓った。よくおっしゃった男ですわ。女房の私も嬉しいわ。おつた、じゃあ聞き分けてくれるんだね。聞き分けないでどうします。だけどやっぱり未練が出る。刷毛まで添えて髪を買い、明日はうちの障子を履い。ああ、またそんな可愛いこと。すみません、別れますわ、切れます。だけど、別れる切れるという前に、夫婦でも一度お顔が見たい。
手を引く。さあ、もう家へ帰ろう。あら、今夜は一緒に帰ってもいいの？それじゃ、このまま別れる気だったのか。ええ、そうよ。このまま別れるのは辛かったわ。何にも言わん。せめて帰りに好きなわがままでも言っておくれ。あなた、手を引いて。これが頼みぞ。倒れた。